最上、重巡洋艦。最上は、日本海軍の最上型重巡洋艦一番艦である。日本海軍の艦名としては1908年、明治40年竣工の通報艦。最上に次いで二代目。第四艦隊事件後の戦隊強化、太平洋戦争前の手法の艦装、ミッドウェー海戦後の航空巡洋艦改装と3度の大幅な改修が行われ。 戦闘中に二度の衝突事故に見舞われた艦でもある。1944年10月の冷凍機械戦で、西村艦隊の一員として、すり顔海峡に突入して大破し、来撃処分された。1922年、大正11年のワシントン海軍軍縮条約で、戦艦や空母に保有制限がかかった結果、日曜前の加盟各国は制限のない、 条約型巡洋艦の建造を進めた。日本海軍は旧式艦の軽巡立田、天竜、熊、玉を従順4隻に置換する計画を進めたが、1930年、昭和5年のロンドン海軍軍縮会議で従順の保有トン数が制限されたため、手砲を50口径 20.3cm 連装砲塔から、60口径3年式15点を、 立方センチメートル連想法に変更し、将来的に手法を完走できる巡洋艦の建造を計画した。これが最上型である、前型の高尾型重巡洋艦に比べて、環境を小型化し、機関部や61センチメートル3、連装魚雷発射艦など、最新の技術を導入した。同様の経緯及び本型に対抗する意味を含め、イギリスは、 サウサンプトン休憩巡洋艦を、アメリカはブルックリン休憩巡洋艦を建造した。こうして最上は二等巡洋艦として、呉海軍交渉で1931年、昭和6年10月27日に寄港した。1932年、昭和7年8月1日、山形、もがみ川から最上と命名され、官邸類別等級表の二等巡洋艦に、 最上型が新設された。1934年、昭和9年3月14日に浸水したが、2日前に、水雷艇とも鶴が転覆するとも鶴事件が発生し、とも鶴と同じ藤本菊尾少将が設計した、最上型の工事も急遽中断され確認を行った。1935年、昭和10年3月20日の講師運転で、 排水量12,669トン、154,266、軸張り機で36ノットを発揮するが、推進機付近の外板に亀裂が見つかり、砲塔が旋回困難となった。最上型は、不設艦、八重山や潜水母艦オークジラ等の建造で得た、電気溶接の技術を完全体で採用したが、技術的に途上の部分があり、砲塔のリングサポート、 リングバルクヘッドを広角砲甲板に直接溶接し、結果、船体の歪みが甲板を伝って、リングサポートを変形させたと判明した。その後の講師運転では4月10日に66,009馬力で30.868ノット、6月10日に10万403馬力で33.522ノットを記録した。竣工は約2ヶ月遅れて7月28日になり、 クレチンジュフセに編入した。8月10日の大焼けみでは128,989馬力で35.036ノットを記録した。巡航後、5警備船隊の機関を従順過去と交代で務めた。最上は第4艦隊に所属したが、9月26日に三陸沖での演習で第4艦隊事件に遭遇し、カタパルトに固定していた水蒸気が大破。 全部構造物の垂直後半が歪んで、第二砲塔が旋回不能となった。このため竣工からわずか2ヶ月で大改修が必要になった。1936年、昭和11年3月から4月、五警備船隊の機関を潜水母艦長名と交代で務めた。1939年、昭和14年、最上は、 クレ海軍交渉で主砲を50合計20.3センチメートル連装砲塔5機に換装する工事に着手した。この工事で、性能上は1等巡洋艦、10巡洋艦になったが、対外的には戦没まで15.5センチ砲向載の2等、巡洋艦、軽巡洋艦で通した。この換装工事で2番砲塔の方針が1番砲塔との間に入りきらなくなり、 常に軽い行革をかけることになった。1940年、昭和15年5月1日、第7戦隊に編入された。1941年、昭和16年に、海南島に進出し、通院進駐作戦を支援した。太平洋戦争開戦時、熊野、鈴屋、三熊、最上の第7戦隊、栗田武雄少将は、第2艦隊、南方部隊、 近藤信武中将指揮下で南方作戦に投入された。南図艦隊、バッキタル部隊、小沢寺三郎中将に所属し、マレー、プチン、ボルネオ島、パレンバンなど、マレー作戦やランイン作戦における上陸作戦を支援した。1942年、昭和17年3月1日未明、ジャワ島への上陸作戦を支援するため三熊。 駆逐艦式並とバンタム湾を警戒中、所属する第三護衛隊の軽巡ナトリが輸送船団に接近する米従巡ヒューストンと高巡パースを発見、各艦に集合を命令した。最上は、三熊と共に両艦を補足、砲来撃死撃沈した。この際、最上が発射した魚雷が今村人志陸軍中将らが乗る陸軍特殊戦新州丸と輸送船二隻に命中し、 大破、輸送船桜丸と第二号総海艇が沈没した。山本五十六大将は、後日、西条と三熊、四季並みに感情を送った。マレー部隊は4月6日、ベンガル湾で、通称破壊作戦に従事した。三熊、駆逐艦天切と共に、南方隊を編成、商船五隻を撃沈した。4月22日、クレに帰島した。 日本海軍は5月にミッドウェイ島攻略作戦を発動し、最上は第二艦隊、攻略部隊、近藤の武竹中将の支援隊、第七戦隊、駆逐艦荒潮、浅潮、給油艦、日栄丸に配属された。5月26日にグアム島に到着、28日に出港し、29日に占領部隊、輸送船団、第二水雷戦隊と合流し、 ミッドウェイ島へ向かった。写真からは一番砲塔の天外に日の丸を描いていたのが確認できる。6月5日のミッドウェイ海戦で日本軍は空母赤木、加賀、総流飛竜を失った。連合艦隊は夜戦で米機動部隊の撃滅を起とし、ミッドウェイ島の航空戦力を夜間のうちに破壊することを第二艦隊命じ、近藤中将は 支援部隊に実行を命じた。第7戦隊は支援隊は最大戦速35ノットで進撃し、外洋での高速航行に同行できない嵐を、浅潮は遅れて追随した。だが午後9時15分、山本56連合艦隊司令長官は、第7戦隊を含む攻略部隊と、南雲機動部隊に連合艦隊主力部隊との合流を命じ、 午後11時55分にミッドウェイ攻略作戦の中止と各艦隊の撤退を命じた。第7戦隊は反転から約1時間20分後、米潜水艦タンバーに遭遇し、回避運動中に最上と三熊が衝突した後日。栗田中将は連合艦隊に最上前進の見込み立たず、三熊首相なしと報告し、三熊と最上にトラック島への退避を命じた。 最上は、監首が悪化したが、猿渡正幸海王長らの応急作業で、速力14ノット程度で、前進可能となった。6月6日、ミッドウェイ島から、B-17 爆撃機、SB2U ビンジゲーター6機、SBD ドーントレス6機が爆撃し、資金弾一発で、戦死2名、負傷者数名が出た。7日午前5時、最上と三隈は嵐を、 アサシオと合流した。空母砲ーネットから回4回、ワイルドキャット8機、SBD ドーントレス26機、空母エンタープライズから回4回12機、SBD31 機が発進した。一連の空襲で、ミクマが沈没、最上は爆弾5発、資料によっては6発を被弾した。一発目は5番砲塔に命中し砲員全員が、戦死。 4番砲塔の砲員18名中無傷は2名だけだった。飛行艦班に命中した一弾は水上偵察機3機を吹き飛ばし火災を発生させた。内藤緑水雷長が飛行艦班下の全魚雷を射出放棄し誘爆を回避した。最上は乗員九91名が死亡した。最上と浅潮、荒潮は三熊の乗員を救助し、 8日午前4時に第2艦隊と合流した。近藤長官は損傷した、西条、浅潮、荒潮に、熊野、鈴谷、第18駆逐隊、知らぬ日、霞、影楼、荒れの護衛をつけて、トラック白地開港を命じ、14日朝に到着した。西条は、工作艦赤市の支援で、仮設艦首を装着するなどの応急修理に入った。6月25日、 戦隊司令官に西村昌二少将がついた。8月5日、西条と赤氏は駆逐艦摂風、時津風の護衛で出港。西条は11日に佐世保に到着した。西条は25日に第7戦隊を外れ、艦首の修理やレーダー装備の増設などの工事に入った。ミッドウェイ海戦で主力空母4隻を喪失した日本海軍は12月下旬。 最上の航空巡洋艦改造の工事命令を出した。佐世保交渉で後部の4、5番砲塔を撤去し、水上偵察機系使用航空艦班や航空機用の燃料タンクを増設し、搭載機は随ン11機を予定した。発艦はカタパルトで30分以内に全機発進可能な能力を計画していた。水上機体機艦班と発艦艦班に段差があった。 トネ型重巡洋艦と異なり、本型の艦隊後部は平坦で、近代の駆逐艦や巡洋艦のヘリ艦板を放出させる外艦になった。改造にあたって、スウェーデン海軍の航空巡洋艦ゴトランド、1934年春行を参考にした可能性がある。また 25mm3 連装機銃を10基装備、改造前より18丁増備した。1943年、 昭和18年4月末に工事は完了した。第一艦隊に配属された後、5月1日に佐世保からクレに開港し、17日に第三艦隊第7戦隊に復帰した。アリューシャン方面作戦のため横須賀に移動後、再び内海西部へ戻った。6月8日、柱島白地で戦艦道の区の爆沈に遭遇、米戦水艦の奇襲と判断して、 対戦攻撃を行うが、誤って、爆雷2個を投下した。6月30日、米軍は、ニュージョージア諸島のレンドバ島に上陸を始めた。7月8日、第3艦隊、オザージサブロー中将指揮下の空母4隻、随閣、昇閣、随砲、沖鷹、水蒸気母艦日清、従順3隻、トネ、チクマ、西条、状、慶順2隻、大淀、阿賀ノ、 駆逐艦6隻、嵐、萩風、磯風、両月、諸月、多摩葉は内地を出撃、15日にトラック白地に到着した。このうち多摩葉を除く駆逐艦と巡洋艦はラバウルに進出したが、萩風と嵐をラバウルに残して、タワトラックに戻った。以後、最上は主に中部太平洋で行動した。ブーゲンウル島の戦いを支援するため、 第二艦隊、栗田武雄中将の指揮する、遊撃部隊、従順や田子、高尾、真矢、鈴矢、西場、千熊、慶順の城、駆逐艦藤並、早っぱ、玉派が十一月五日にラバウルへ出したが、直後に、米機動部隊、サラトが、プリンストンによる、大規模な空襲を受けた。は、爆弾一発をから番砲塔の上、に弾し、 戦士19名、負傷者37名を出した。8日に、鈴谷、駆逐艦島風、玉葉と共に、トラック白地に戻り、明石の支援で修理を行った。12月16日、駆逐艦霞、玉葉と共に、トラック白地を出発。最上と玉葉は21日に、呉に到着し、最上は22日から、呉れ交渉で修復に入った。百四十四年、 昭和19年1月1日、第7戦隊から外れた。2月17日に修理が完成し、3月8日に物資を搭載して、クレオ出港、シンガポールを経て16日に、リンガク地に到着した。同日、第7戦隊、トネ、チクマ、クマの、鈴屋に復帰し、23日に同戦隊、第2小隊4番艦となった。 25日、戦隊司令官に白石一万隆少将がついた。6月中旬のマリアナ沖海戦では、小沢機動部隊に配備された編成はマリアナ沖海戦3章。24日、クレに帰投した。7月8日にクレを出撃し、20日にリンガ白地に進出。従順妙高、ハグロと訓練を行った。 10月中旬以降の早豪作戦は、第1遊撃部隊第3部隊、西村昌司中将に、戦艦山城、不走、駆逐艦四隻、満長、三雲、朝雲、しぐれと共に参加した。1944年、昭和19年10月22日午後3時、第3部隊はブルネを出撃し、速力18ノットで、すり顔海峡へ向かった。 二十四日午前二時と午前七時未明、最上は計三機の水上偵察機を出した。午前十時前、第三部隊は米機動部隊艦載機、約二十六機の空襲を受け、最上は機重装車で戦死傷者八名を出した。最上は推定の残り二機を発進させ、ミンドロ島に向かわせた。偵察機は正午に0手腕で戦艦四巡洋艦2、 駆逐艦に輸送船80、南部に飛行艇母艦1、飛行艇15、その南方に魚雷艇14、駆逐艦4隻と報告し、ミンドロ島の基地に帰島した。同日午後7時、最上は、湾港の魚雷艇を相当するため、満潮、三雲、朝雲と共に艦隊を先行。午後11時過ぎに交戦し、魚雷艇を撃退した。この山または、 不走から誤射され、戦死者3名を出した。25日未明、艦隊は、米魚雷帝等から来撃を受け、午前3時半までに、不走と、満潮、三軍が沈没、朝雲が大破した。山城と西場、しぐれが前進を続けたが、米軍は、ジェシー・ビオルデンドルフ帝督の戦艦、巡洋艦、駆逐艦が、レーダー射撃で迎撃し、山城は沈没、しぐれも撤退した。 最上は、魚雷は回避したが、直撃弾で三番手法を破壊され、艦中央部は大火災となった。三時四十五分、最上は前方の発砲先行に向けて、魚雷四本を発射し、煙幕を張って三時五十七分に反転、南下大脚を始めた。炎上する艦で、藤間領艦長は、冷徹島に座礁して、乗組員を陸戦隊とする方針を告げ、 中野信行公会長は、我々は、海峡に入り口まで来ていると思います。我々は、船乗りです。艦を捨てることはできませんと、北上を上進したが、藤間艦長は、そんなこと言っても君、松明を背負って、炎上した状態で突入は無理だと悟した。四時二分、艦橋に直撃弾を受け、藤間艦長イカ司令部が壊滅した。 砲術長の荒上義和少佐が指揮を取ったが、機関が故障して速力が低下し、巨雷や弾丸が誘爆を起こした。島清秀中将の指揮する第二遊撃部隊が、すり顔海峡に到着したが、機関の従順なちが斎場と衝突した、工日、島中将は第二遊撃部隊の判定を決断し、駆逐艦明け盆を斎場の護衛につけた。斎場の通信装置は、 壊れていったため、明けボノが通信を代行した。日の出後、両艦は断続的に空襲を受けた。蒸気が噴出して、機関会員は退去し、8時30分頃に航行不能、消火の手立てもなくなった。9時以降の空襲で、爆弾2発が命中。米軍は、魚雷2本も命中と報告、重油タンクが破壊され全部が炎上。10時30分。 総員退去が決まった。明けぼは危険を犯して、最上の左舷後部に雪原、乗組員を移乗させ、午後0時30分に魚雷一本を発射。午後1時7分、最上は左舷から転覆して沈没した。戦死者は190名、負傷者は125名に達した。10月26日、明けぼはマニラに到着し、 最上生存者は同地に上陸した。その後、最上上院のうち595名がフィリピンの地上戦に投入されたマニラの戦い。11月21日、第7戦隊は解体された。12月20日、最上は帝国軍艦席から除籍された。最上は太平洋戦争中2度の衝突事故に見舞われた。 一度目はミッドウェイ海戦で第七戦隊で行動中だった。戦闘の機関熊野が右45度前方に潜水艦タンバーを発見し、左45度一斉回答を命令。回答後に再び潜水艦を発見し、二度目の左45度緊急回答を命じた。しかし、後続艦が二度目の回答が新規命令か一度目の命令の確認かで混乱し、 後続の鈴谷は45度、熊野と3番手の三熊は90度を転身。隊列が乱れ、三熊の左辺中央部に、最上の艦首が衝突した。二度目は、冷凍機械船で、すり顔海峡に到着した島艦隊が午前4時15分、炎上する最上を発見した。島艦隊の那智は、最上が停止していると誤認し、重かじを取って前を通過しようとしたが、 最上は8ノットで前進しており、ナチの左舷に艦守が接触した。衝突は、ナチの誤射が原因という証言もある。当時、ナチ管内で、敵の戦艦らしき艦営、左前方大火災、止めを刺すという放送があり、ナチは右に回答しつつ、魚雷8本を発射、最上が魚雷を回避するため重火事に転出し、衝突したという。最上は、 羅針盤を応急修理する間、島艦隊とも離れてしまった。発令所長は、陸戦隊にはなれない。海軍軍人は艦に乗ってこそ役に立つ人々であり、艦を乗り換えて奉公したいと上申し、荒上法術長も同意して、南進を続けた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。